今リタッチを入りまして、根元2センチぐらいのリタッチをして、これからインディゴを使って、ちょっとグレージュっぽい色にしていきたいと思います。毛先がちょっと染料が残ってしまってるんで、このままインディゴ入れてしまうと毛先のトーンダウンがして毛先の方が暗くなってしまうんで、毛先にはちょっとアワルを使って、ブロックします。で、中間をインディゴをして、ちょっとグラデーションになるようにしていくよか、していくような感じですかね。毛先はこのままちょっとでもインディゴが、作用してしまうと結構黒くなっちゃうんで、やればやるほどこっちが暗くなっちゃうんですね。そうするとバランスが悪くなってしまって毛先ばっかり色が入ってしまうんで、あとここはあのカラー剤、過去のカラー剤の履歴が入っちゃってる状態なので、まあ、いろいろ溜まってるとこなんですよね。で、ここはちょっとトーンが明るいので、この部分に、メインにインディゴを作用させていきたいと思います。で、ここは、クリアヘナのアワルでちょっと、ブロックですかね、ブロックしていきたいなと思います。で、ここが、アワルでブロックしてて、こっちが、インディゴなんですけど、ちょっと手でなじましていきます。まあ、方法としてはペーハーの移行で毛先入りづらくする方法もあるんですけど、まあ、今日はトリートメントメインなので、ちょっとアワルとインディゴでやってます。ペーハーでやる場合は、酸とアルカリでペーハーの前処理つけて髪のペーハー変えてからやると、まあ、入りづらいとか、まあ、そういう方法もあるんですけどね。まあ、作用があんまりしなかったりとかするので、その場合だとトリートメントベースの時はペーハー調節しないでそのまま直でやります。あとインディゴは空気酸化によって発色が変わるので、最後にアイロンブローで仕上げるサロンさんはまあ、ある程度色出ると思うんですけど、ハンドブローとかで仕上げちゃうサロンさんだと、熱酸化されてないので多分仕上がりはあんまり染まってないと思うんですよね。なので、まあその時の調節で最後の仕上げの仕方でも、まあ、色の出方が変わるんで、もし急いでる方は熱酸化させて180度アイロン入れてプレスすると色が変わりますので、そうすると2日3日後ぐらいの発色に変わってくるんで、早く色を見たい方はそういう風にスタイリングした方が、スタイリングでそういう風にした方が、まあ、色が早く分かるかなっていう感じですね。で、自然に酸化させたい場合、空気酸化させたい場合は何もしないでそのままでいいと思うんですけど、ヘナっていうのはやっぱやった時と翌日、さらにその翌日と色が変わってくるので、ちょっと色がね読めない部分があるので、早く知りたい方は180度アイロンワンスルー入れてください。